オリコンプレゼンツランキングスタイル。はい、今週もやってまいりましたオリコンランキングスタイル。お久しぶりです、レイヤです。あとカコカリさんです。はい、デコアンドラブリル。はい、今週も2人でお届けいたします。ということで、こちらの番組、オリコンさんの、モニターリサーチ会員の皆様のアンケート結果を楽しくポップにお伝えする番組です。はいはい。ということで、今週のランキングはなんだこれは、今年歌われたカラオケランキング、です、はい、ですです。ニコ生で今回も連動してやっておりますが、見事にあんまり出なかった、出なかったよニコ生では。まあしょうがない。ちょっとオリコンさんのランキングと比べていただいて、まあちょっとどうかなって感じなんですけれども、早速いっちゃいますか、ランキング。はい、では第10位から6位の発表です。第10位、小さな恋の歌モンゴル800。第9位、愛の歌倖田來未。第8位、ラブフォーエバー加藤ミリア清水翔太。第7位、2つの唇エグザイル。ん、はい。第6位、残酷な天使のテーゼ高橋洋子さんになってますが、ニコ生で出たのは第6位、残酷な天使のテーゼだけかな。ですかね。すごいよね。ん、いつの歌だって感じじゃないですか。まあでもよくさ、何でしたっけ、カラオケって、なんか通信中のやつとか見ると結構歌われてたりしますよね。うん、歌われてる、歌われてる。やっぱみんな、なんか大体盛り上がる頃にはみんなその曲歌うよね。ああ、あんまりアニメとかも関係なく広く世間一般に知られてるね、皆さん歌う感じの曲なんですかね。残酷な天使のテーゼはね、本当にもう男子も歌うしね。ん、男性も歌うしね。あ、男性も歌いますね。まあ男の人の方が歌いやすかったりするのかね。それはないと思うけど。違う？で、いや、これキーが結構自分のキーに合ってるので歌いやすいんですよ。ちょうど出る範囲内で。やっぱり男性からちょっと、まあ、キー落としても大丈夫ですけど、まあ、キーでやっぱ高いですからね。まあでもずっとですね。10年15年、もっとか、結構もう15年以上前になるから、アニメやってた時期だもんね。すごいな、長いですね。はい。じゃあ続きましては第5位、バタフライ木村カエラ。いい曲ですね。あ、バタフライどんな曲だっけ。バタフライラララララララ。あ、スキーが取れない。いや、これあれでしたっけ、お友達の結婚式のためになんか仲いい方と作ったとかいう。ああ、それがそれなんだ。それがそのまんま曲になった。はいはい、違いましたっけ。そっかそっか、っていう風に聞いてたような気がする。なるほどね。これはすごい綺麗な曲ですね。木村さんの結構最初の方のアルバムとか、ロックロックしててかっこよかったんですけれども、バタフライはバタフライでキラキラしてるけど綺麗で、かっこよくて、なんかほんと幸せな曲みたいな感じで、レイヤーも好きですね。なるほどね。じゃあ続きまして第4位、はい、過去かりさんも大好きな、花水木、人とよ。花水木はいいよね。歌いますもんね、過去かりさん。すぐ歌っちゃう。歌えるところがすごいけどね、高いんだよね。高いよね。うん、さあ、のサビの、うしべに色のあの辺にね、でもめっちゃサビくなりますからね。シャーララララうらら、地声で歌う。ラララララララ、いいですね、ちょっとよさんは。今年の歌って言ってなかった。今年歌われたカラオケです。すごいね、花水木も結構前の、どれくらい前、5年前ぐらいですか。もっと前でしょ。もっと前ですか。うん、そうか、すごいですね。まあ、徳永さんもね、かばって結構売れましたし。いやー、それはやっぱすごいね。なるほど。ね、そっか、カバーとかでも来てるのか。わ、うん、かりました。はい、続きましては第3位、瞬間
ダシュートヒルクライム入れてました。はい、本当に入れてましたよ。春夏秋冬って。ララ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 。俺的には完全にもうあのイズミヤさんなんだけどね。え？インディベンダー？イズミヤさんなんだけどね。イズミヤさん？なんで？春夏秋冬といえば。春夏秋冬といえば、そうなんだ。うん、どんな曲ですか？季節のない町に生まれ。あ、聞いたことあるかも。うん、ちょもうちょっと出してください。今日で全てが終わるさ、今日で全てが、ん？誰かー、分からん。ちょっと今分かりそうな感じだったのに、分からなかった。季節のない街に生まれ、愛のない、ん？テレビ育ち、あれ、今日で全てが、はい、カットカット。ダメです。そんな歌です。そんな歌です、はい、分かりましたか皆さん。70年代、あー生まれてないの、うん、そうですか、わかりました、うん。まあ、でも春夏秋冬、最近といったらヒルクライムさんということです ね、うん、ね。では続きまして第2位、はい、奇跡グリーン。グリーン強いね。うーん、グリーン強いけどあんま聞くんだよな。これってこの前、この前って言ってもあれだけど、うん、出たアルバムの中に入ってる？入ってない？レイヤー、この前のアルバムは入れてたはずなんだが、どうなんだろうね。意外とでもカラオケで歌われる曲最新じゃなくて古い曲の方が多いですけどね。あーでもそうかもしれないね、うん、最新の曲なんてなんかさ、ノリノリなやつでなんかみんなで行く時しか歌わなそうだ、ね、うん、あんまりレイヤーこうワイワイガヤガヤな感じのカラオケ行ったことないからよくわかんないけど、あー、うん、そっか、意外と行くけど、あーでも俺も今年は1回しか行ってないけど、全部1回もあの放送で行っただけですけど、うんうん、行ってないなぁ。あれカラオケ配信やってるんでしたっけまだ。いや、この間、六本木ラブってところの、うんうん、で、月1でや第4金曜日にやったやってるやった。で、今月から毎月、あーぜひ、あのレアもう来れる時があれば。みんな何カラオケを歌ってるの？うん、カラオケ歌うだけ、歌うだけ放送、うん、何それ、そんな面白いの？それね、昔評判が良かったの、すごい。え、評判が良かったの。そうなんだ、うん、レイヤーみんな歌うまくなかったら絶対寝てっかんね、うん、レイヤー歌か歌や、もうレイヤー歌わずに聴いてました、うん、みんなの曲を、うん、はい、は続きまして第1位、そうなんですよ、ニコ生でも出てましたね、うん、また君に恋してる坂本冬美さん。すごいね。です。去年からだよね、売れたの。第1位だって。歌ってください。歌って。また君に恋してるってやつです。そこだけ？うん。だってここしか知らないもん。そうですか。何、うん、これ。別れたのにまた恋しちゃってる感じの歌なんですか？どんな歌詞なのこれ？知ってる人？いや、すごい、すごい。いい歌詞なのこれ、うん、じゃあもともとビジーバンバンさんの曲で、ごめんレイヤー分からない、うん、え、めっちゃ売れたよこれ。うそー、ちょっと歌詞、うん、これ直したってことじゃね、うん、そういうこと、うん、また君に恋してる、あ、そっちか、うん、いい意味のまた君に恋してるってこと、うん、なるほどね、変、女子高生も歌うよ、うん、そうなの、いや CM 今バンバン流れてるし、 CM？ うん、いちかな、いい子、知らないの？ちょっと知らない。歌詞教えてください。歌詞はわかんねえよ。歌詞わかんない。そんなの。もういいです。わかりました。自分で探します。歌詞は歌詞のところでわかりました。うん、うん、いいもん、いいもん。歌詞は後で探します。ね。ということで、はい、オリコンさんのランキングはこんな感じになりましたが、うん、皆さん一致していましたか？ね、まあいや、また君に恋してるのは、まあ、ああって感じじゃないですか。うん、そっか、うん、みんな分かったり分かったり、うん、あ、そこの CZS さん、それかわいいよね、文字。この前の、ダイナーの時にも書き込み、その絵文字でしてくれませんでした。違う嘘だったりして、こういう手みたいのと、なんかかわいい顔が。いいなと思って、レイヤーのブログにちょっと書き込んどいてください、その絵文字。はい、はい、ということで、今週は今年歌われたカラオケランキング、はい、はい、お伝えしました、はい、いかがでしたでしょうか。
この番組ではこういったアンケートを取ってほしい、その他私たちへのご意見ご感想もお待ちしております。それではお相手はレイヤとハフカリでした。